メイズランナーに、砂漠の迷宮は、2015年のアメリカ合衆国の SF サスペンススリラー映画。ジェームズ・ダシュナー原作の SF 小説の映画化作品、メイズランナーに続くシリーズ2作目である。ある日突然、巨大迷路に放り出された若者たち。苦難を乗り越え、出口にたどり着いたトーマスたちは、自分たちを迷宮に放り込んだ謎の巨大組織。 WCKD と対峙する。試練はまだ終わってはいなかった。メーズは他にも存在し、出口までたどり着いたものを集め、第二ステージへの挑戦を強要される。組織が第二ステージと呼ぶその場所は、灼熱の太陽がすべてを焼き尽くした砂漠の世界だった。括弧内は日本語吹き替え2013年10月13日。 20世紀フォックスがメイズランナーに砂漠の迷宮の映画化に着手したとの報道があった。劇場版第1作メイズランナーが公開される前に続編の制作が決定したことはフォックスが同作の工業面での成功を確信していることの現れでもあった。2014年11月19日、ジョン・パエザーノが第1作に引き続いて 楽曲の作曲を担当すると報じられた。2014年9月26日、エイダン・ギレンが本作に出演することになったと報じられた。30日、ローサ・サラザールがキャスト入りした。10月1日には、ジェイコブ・ロフランド、翌2日には、ジャンカルロ・エスポジーとの出演が決まったと報じられた。22日、ナタリー・エマニュエルの起用が発表された。11月3日、 ディリ,リテーラーとバリー・ペッパーの出演が決まった。12月22日にはキャサリン・マクナワラが本作に出演するとの報道があった。2014年7月25日、ウェスボール監督はサンディエゴ・コミコン・インターナショナルでスタジオ側は今年の秋に撮影を開始してほしいと言っているという趣旨のことを述べた。本作の主要撮影は2014年10月27日に ニューメキシコ州のアルバカーキで始まり、2015年1月27日に終了した。2015年9月11日、本作のサウンドトラックがアメリカで発売された。2014年7月25日、サンディエゴで開催されたコミコンで本作のコンセプトアートが公開された。2015年3月11日、6枚のスチル写真が公開された。 4月23日、本作のファーストトレーラーがホックスのシネマコンでお披露目されたが、それはネット上で同時公開されなかった。5月2日、ピ・シパーフェクト2のプレミア会場でセカンドトレーラーが公開された。それがオンラインで公開されたのは同月19日のことであった。本作はブラックスキャンダル及び囚われた女と同じ週に封切られ、 公開初週末に3400万ドルから3600万ドルを稼ぎ出すと予想されていたが、実際の数字は予想を下回るものであった。2015年9月18日、本作は全米3791巻で公開され、公開初週末に3031万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場1位となった。なお、 この数字は前作の公開初週末の興行収入をわずかに下回るものであった。映画批評集積サイトのロッテントマトズには137件のレビューがあり、批評家支持率は46%、平均点は10点満点で5.4点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、メイズランナーに砂漠の迷宮は、 アクションが満載の続編となっているが、原作小説のストーリーや緊迫感、ミステリー要素が犠牲になってしまった。となっている。また、メトクリティックには29件のレビューがあり、過重平均値は43、100となっている。なお、本作のシネマスコアは B となっている。原作小説が3部作であるため、映画も3部作構想となっている。小説3作目。 ザ・デス・キュアを原作とするシリーズ3作目、メイズ・ランナー、最後の迷宮は北米で2018年1月26日に公開された。ありがとうございます。